みなさん、こんにちは。アツコストロンゲストです。今回ご紹介する本は。はい、こちらです。と異国東京漂流記。ええー、高野秀行さんです。で、高野さんはですね。あの、いろいろ外国のですね、コアなところを訪れているような、あの探検家の方なんですけれども。ええー、と、この本ではですね。まあ、東京にいながら。 さまざまなその外国の方がいらっしゃるわけですけれども、えー、とその外国の方とのですね、まあ、カルチャーギャップというのでしょうかそのですねやはりですね、まあ、日本でも、えー、となかなか文化の違いであの考え方が違うというのはたくさんあると思うんですけれども。 ましてやですね、えっ、ー、と外国の方とこうお話をしたりしているともうすごくその違いを感じるわけですね。それをですね、もう高野さんはもう本当面白おかしくあの書いていらっしゃいます。他にもですね、あの面白い本はたくさん書いているんですけれども、私ですね、多分高野さんの本を初めて読んだのがこの本だと思います。もうですね。 なんと繰り返して読んだことが本当に面白いので皆さんにもぜひ読んでいただきたいと思いますはい今回もご覧いただきましてありがとうございましたまたですね面白そうな本がありましたらこちらでご紹介していきたいと思いますので次もぜひ見ていただきたいと思いますよろしくお願いします